小糸のね落語のいいところってね、白山のやつを聞いたらすっげえ俺鳥肌が立った。落語芸術協会で一番の爆笑を、またこれ国宝ですから。そうだ、そう鶴子でおまーす。はい、ヨネスケチャンネル、今回はですね12日から寄席が再開になります。そしてこういったですね寄席の出番があるんですけども、どういうところが見どころかいろいろですね喋りたいと思います。そして一緒にお手伝いしてくれるのがアラマさんでございます。はい、アラマです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。でまたあれだよね、12日からは最後の前座でしょ。はい、そうです、最後の前座を務めさせていただきます。なんとですね、21日からは2つ目に昇進、はい、やっと慣れました。ありがとうございます。でちょっと早めでございますが、はい、黒門付きいいんでしょうか、映って初めてだよね。初めて来ました。さっきも羽織紐が分かんなくて紐の結び方がどうやっていいのか分かんなくていじってたんだ、うん、どうですか、合ってますか。合ってます。良かったです。まずですね、はい、一時代にね、はい、小糸が出るんでございます。イケメンすごいんですよ。もうかっこいいんですよね。三度見しましたもん。三度見しました前座になって、みたいな、びっくりしました。まさか落語家に。そうなんですよ、まさか落語家かってびっくりしました。でも兄さんイケメン大変ですねって伺ったら、そうでもないぜって言ってましたんで何でそれ大変じゃないらしいですけど。あいつ恋人かなんかいいの。わかんないんですよ。こんな発言したら多分真央ちゃんが怒るんで、あまりわかんないですどうなるかわからん。でも真央ちゃんが会いたいって言ったんでしょ。そうなんですよね。えなんかテレビ番組で告白されてたので。でしょう。そうです。いやすごいな、もうすごい国民的カップルが誕生かと思ったんですけど。俺は一緒になってほしいよ。そうですね、だって応援したかったんですけどね、うん、真央ちゃんの顔見られるわけだよ。そうです。俺見たことねえから。恋人のいいとこってどんなとこ。まあでもやっぱりさっぱりしたところですね。やっぱり話し家なので、うん、モデルさんではないのでチャラついてないというところがやっぱりいいなと思ってますね。わ、うん、かんないですよ、わかんないよ、うん、下の前座から見た感じですよ、うん、どう見た感じ、うん、なんともなんか前座しっかりしろよぐらいの、うん、ちょっとまだ出しないよ、お茶出しないよとかはっきり言ってくださるのでかっこいいんですよ。結構細かいとこ気づいてくださるんですよ。気づくんだ。気づいてくださる。 お茶出てねえよ。そうそうそう、すごいかっこいいです。かっこいいんですけど、いろいろ武勇伝聞いてますんで、小遊三師匠とか、いや小遊三師匠とか、なんかね、あのやっぱりね、暴走族だったので、もっと、そうそう小遊三師匠止めて新幹線乗せたっていう。それね、はい、俺と小遊三さんと歌丸師匠が出た時に、はい、お客さんがその時に、あの歌丸師匠だ、歌丸師匠だってとか、小遊三だとか、ヨネスケだとかって来た時に、小糸がまだ前座で、ちょっと。どうぞそれはね、もう武勇伝というか、俺たちすごい気持ちよく新幹線に乗れたってことがあるんですよ。でもそこでなんか小遊三師匠が笑顔でいろって、うん、お前は顔が怖いからって言って小遊三さんの顔の方がよく怖いじゃないよ。怖いんですよ。よく言うわそんなこと本当ですよね。ね、本当ですよね。小糸のね落語のいいところってね、女を出すとね、ほんと色っぽいのよ、はあ、うん、それから若旦那だから、うん、若旦那を喋るって、だからあいつが年寄りも若旦那を出した時に、聞いてるお客さんが、あら、もしかしたら私を口説いてんじゃないかって。いや、見えます見えます。見えるでしょ、袖からもこう。そう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 、はあ、だから小糸はね、若旦那とかね、はあ、それから町娘、はあ、それからあのお嬢さん、そういうの出すと小糸はすっごい色っぽいというか、題名で言うと干物箱。うーん、もう干物箱ってのは若旦那が遊び人でもって、それで、ね、はい、結局戻っ、うちへ帰ってくるんだけど、なかなか入れないっていうような話なんだけど、うそういう遊び人の若旦那の話とか、はい、宮戸川っていわゆるお嬢様が、ね、男に惚れるというような、女の方が積極的なんですよ、ね、そういうような落語は、あいつの小糸のやつ聞いてるとすごく色っぽくていいなと思いますんで、
多分もしかしたらそういうので、あいつの髪入れなんてすげえ得意にしてるから、でも短い時間だから髪入れやるかな。まあ本当魔男みたいなね、イケメンですから本当に、うん、で、こいつも出るでしょ、はい、それから今度は宮地が出るんです。ああ、愛曲愛対する感じですね。愛対するなんだけど、この宮地というのはまたね、落語はトントントンと喋って、いわゆる小遊三二世って俺は言ってるんですよ。あんな感じだったんですか、小遊三師匠も。うん、小遊三もパンパンで笑いをすごい取るじゃない、はい、楽屋ではどうなの、宮地って。もうあのみんなにちょいろいろやっぱり突っ込んできますよね。ちょっかいじゃないんですけど、うん、ちゃんと元気元気してるとか、うん、まあ、生きてんじゃないよって冗談でなんか、まあ、全部楽屋でちょっと、そう、ね、後輩をいじって。あいつはね、俺たちにも喋りが、言葉の喋りが早いんだよ。はい、師匠だって元気ですか、いやいやいや、結構かいわ、いやいやいや、すごいよね、うん、すごいですね。なんか品川の生まれか育ちかですもんね、うん、なんか品川のですよね。だからもう江戸っ子でパパパパーンって、で、元セールスマンですから、うん、で、セールスマンで、なんか営業でナンバーワンになってた。だから、そういった人の気持ちをつかむのは、私は内緒なんですけど、うん、前座、うん、自粛中に、うん、宮地さんからいただき物が、宮地から、はい、配給がありました。何があったの。ラーメン。あ、あいつは何、そう、前座さんに食べてるって、はい、ラーメン、一門の前座から、うん、みんな前座住所を教えろってなって、うん、教えて、宮地さんからほんとラーメン1ヶ月分届きまして、だから栄太郎、はい、これもこの間新内そうですね、なりました。これもイケメンじゃん。イケメンですけど、私は好きなタイプのイケメン。こいつの方がいい。こいつ兄さんの方が。二つに分かれるな、栄太郎。栄太郎はどっちかっていうと、まあ、なんかラグビー部みたいなしっかりした武骨なイケメンって感じですね。綺麗めなのがこいつイケメン。こいつの古典落語も結構いいよね。いいですね、たっぷりありますね。うん、うん、小糸は結構荒削りなとこがあるけども、うん、栄太郎はすごい綺麗な感じで ね、うん、まあ本当に、ま、同じネタをするけどやっぱり紙入れもされるので、うん、栄太郎師匠も、うん、だ両極端で、そうですね、違う紙、なんか真男感が味わえる感じですか、ね、うん、それからあとね、白山が出る。あ、はい、もう細かい人です。本当にね、でもまあ気遣いなんだと思いますけどね、音響に対してとか。ただ僕はね、はい、白山はね、うん、結構あんまり僕らが上がる時に前座とか二つ目だから俺たちは帰っちゃうじゃない、はい、あんまり聞いてなかったんだけど、 NHK のテレビでもって白山のやつを聞いた。すっげえ俺初めてだね。もうあの他人の落語じゃない、他人の講談を聞いて、で、鳥肌が立った。あ、で、すぐ勝利先生に電話して、あの頃まだあれですよ、はい、あの松之丞の頃、勝利先生に、いやー松之丞っていいね、いい講談やりますねって俺電話したことがありますよ。すごいですよね、うん、もう売れ方が半端なくて、もう、あ、講談はこういうもんなんだっていうのが広めた方で、でもう一つ言っていいですか、うん、白山兄さんからも配給がありました。ありがとうございます。何が前座にハンバーグとなんか餃子とか来ました。はい、今の連中偉いな。全然本当食わしてもらってます、ありがとうございます。俺たちは何も食ってねえよ。まあ俺は年金もらってるからね。はあ、俺、鳥の時に白山の中村中蔵を聞いて、はあ、やっぱり良かったですね。中村中蔵っていう歌舞伎役者がどうやって出世していくかっていう話なんですよ、はいはい、で、もともとは講談で話したネタを後に、ね、落語家がやって、今落語家も中村中蔵っていうのをやるよね。はい、やりますね、うん、あの話をもう、でもこれ鳥じゃないからそれはできないと思うよ、ね、いやでもすごいところに出て、ほんと軽いところに出る出番なので、何をされるか、逆にそれが面白いな
そうだね、逆にいつも重い、はい、重いっていうかどっしりしたネタをやってるんだけど、はい、今回は結構15分ぐらいしかないとこだったんですよね、うん、早い時間に出るので、はい、どういう落語をやるかっていうのが、はい、これが見物ですね。そうですね、楽しみ。はい、それからね、俺はね、これは俺が好きなんだと恋八という恋の八と書いて、はい、恋八というんですが、この落語家はいわゆる一種天然だよね、はい、すごい天然記念物ぐらいの本当に出ないですよね、うん、フラって言いますけど、そう、僕らの世界ではフラって言うんですけど、うん、声八が出てきてその落語を聞きますと皆さんうわー幸せになったなそうです、ね、そんな感じだよな。そうですね、時間もなんかゆったり進むような感じで、うん、すごい楽しめる。だからこの恋八の落語もぜひ聞いてもらいたい。そうですね、うん、好楽さんが、はあ、優しい方、12日の日に、はい、これはだから、円楽堂からですね、五代目円楽堂からの、はい、いわゆるゲストで出るということですよ。一緒仲良しコーラさん、はい、なんで仲良しなんですか。だから前座の時から教会が違うんだけども、はい、僕より2年ぐらい先輩なんだけど、結構可愛がってくれてて、ね、ちょっと飲み行こうかとか、それから2つ目になってからはもう朝まで飲みに行ったね、いやあの人はね、はい、こっち関係は全然しないですよ。ほとんどもう本当に酒で、いつもわははわははって笑ってると。好楽師匠からは絶対に人の悪口聞いたことないね。ああ、もうまんまなんですね。あの人の悪口を聞いたことない。で、本当にあの人の落語はうまい。うん、綺麗な、あのなんていうのかな、落語ですよ。うん。この好楽師匠の落語はぜひ聞いてほしい。はい、ね、そうですね、本当は。で、なんとね、ならないですもんね。ヨネスケも出るんですよ。すごい、どうしてですか。14、15、16が昼まで。で、20日が夜でございます。前座から見てヨネスケってどんなやつ。いやいや、ガンガン言ってよ。いや、まあ、私はもう本当に大好きですし。何やっぱなんか若いですよね、あの感性といいますか。私がというのもあれですけど、うん、すごく、まあ、YouTuber になったりだとか、うん、もうおしゃれじゃないですか、基本的に。もうブランド物をお持ちだとか、もうか体、体型も全然維持されてて、うん、何も変わってないです。太ったことないんですよ。撮ったことはほぼないね。ですよね。なんかすごいおしゃれなの、うん、本当テレビで見たその像のまま寄せに来られて、円楽師匠もそうなんですけど、うん、おしゃれなまま来て、すごい話し家になるとこういう夢があるんだなっていうのを描ける人たちですね。俺がいるからそう言って落語のこと言ってねえじゃん。落語はどう。落語は野球が得意じゃないのですいません。野球がちょっとあの知識がないもんで。結構俺野球落語。そうですね、野球。これなんで野球落語をやるようになったかっていうと、男子師匠が生前元気な時に、米津家好きなものを新作で作った方が客に真実が伝わるよって言って、俺野球好きだから野球落語を作ったり、はい、それからね、はい、勝利先生だから白山の師匠が出ます、はいはい、またこれ国宝ですから。そうだ、そうなんですよ。そうだって言ってない。我ら人間国宝で、人間国宝ですよ。今落語界では人間国宝っていうと、はい、落語協会に柳家小三治師匠が国宝ですが、だから今うちの協会で国宝って言ったらもう本当勝利先生しか、神田勝利先生しかいないですよ。そうなんですよ。でもいつでも笑ってて優しい。あの方はね、あの白山の広めの時も一緒でしたけども、白山に小言言ったとこ見たことない。そうですね。
のに笑顔で聞いてました。楽しそうです、白山さんの子見ながらだよね、お弟子さん結構いるんだけど、いいな、いいな。そして、円楽さんも出るんですよね、はい、うん、どうですか円楽さん。円楽師匠やっぱりあの本当見たまんまかっこよくて、うん、あの遊説に来たら必ずパンを配ってくださって全然もうお腹空いてないかいって言って、で運が良ければですね、円楽さんが一席喋った後にですね、いろんな圓生師匠とか小三師匠とか男子師匠とかの携帯模写を、はい、面白いですね、やってくれる、これ面白いです、運が良ければ見られます。本当出たり入ったり出たり入ったりするんです、うん。そして鶴光さんも出る、鶴光でおまー、はい、もう鳥を取られて、うん、出られるんですけど昼の、はい、もう鶴光さんともよく飲み歩いてた本当にエッチな人ではないですよね、その全然エッチじゃないよ、うん、あのエッチじゃないけど女好きだよ、そうですかそう全然、うん、でも全然エッチなことはしない方、うん、真摯な方なんですけど、落語芸術協会の会員でもあるし上方落語協会の会員でも、はい、2つを持ってるのはあの人しかいないんじゃない、そうですね、すごいですよね、うん、で上方落語、ね、を聞けるということがあります、はい、大阪弁で喋、ってくれますんで、これ結構面白いんじゃないですか、面白いですね、うん、鶴子師匠の一門だけがやっぱりあの上方落語をするので、それがもう芸協の売りであったりとか、うんうん、まあ、落語協会にはない上方落語チームみたいな感じですね。それから芸術協会で、落語芸術協会で一番の爆笑を醤油大好きです私声大きいよね、大きいですね、だ寝てる人がすぐ目を覚ますというぐらいですけどこの醤油の落語、これまた面白い落語をやってくれますんで、どう面白いっていうとちょっと間があるんだよね、まあ、待つとお客さんと多分呼吸をする間が長いというか、うん、そういう間がね、ちょうどあの人独特で絶対に真似ができないという落語、ね、古典落語なんだけどその間がね、普通はあのままできないというような間なんです、皆さんなんか怖いぐらいの間を取るんですけど、うん、やっぱそこでぐわっというなんかまた空気が違う方で、それさっきというフラ、うん、夜になるとね、今度はね、若手のやっぱりトントンというのはこちらが出ます。お世話になってます、前座ありがとうございます、本当にごちそうになってますこちらもう、ね、本当にいらっしゃるたびに、あ、今日は牛飯抜きだとか、うん、飯屋食べあ の連れてってくれるで、打ち上げじゃないんですけど、うん、ご飯に行ってって、で今回も前座の応援会を開いてくださったので、前座の応援会もこちらくんがやろうって、そうなんです、かっこよかったですね、もう話の進め方が、うん、こうやって成金とかできたんだなっていう感じのポンポンポンっていう3日ぐらいでパッと番組表作って宣伝もやるよみたいな、だからこちらくんのお父っつぁんがちらくっつって、ちらくと俺と小遊三さんはいつもつるんで遊んでたんです、だからその性格はそっくりですね、やっぱそうなんですね、うん、だからもうあいつは前座で入った時も、ま、周りの前座がハラハラして、なんだまるでお前米助師匠と友達みたいに喋ってんじゃねえかっていう感じで、やっぱ本当に小さいうちから俺はこちらくを会ってたからね、だから周りの前座がこちらくばっかり可愛がってんじゃねえんじゃないか、可愛がってばっかりしてるよって言われたこともある、で落語はこいつはうまいね、はい、素敵です、かっこいい、あいつのね短歌、いわゆる短歌を切る、うん、ね、大工調べなんて言って、はい、こう江戸っ子の短歌切るとこなんてのは見もんだよね、はい、もうポンポンとほんと流れるように短歌切るので、うん、あれはお父さんとそっくりだ、あ、そうなんですか、うん、お父さんもあん中に、でもお父さんより稽古してるよ、お父さんとか俺とかは小遊三は年がら年中遊んでたから経験してて少々小吉が出ます、これはあの今度は4人組の真打ちになる、はい、ね、
翔太さんのお弟子さんでございます。で、小吉は東大でですか。そうですね、なかなか入れないですね、うん、いや、どんな落語をやるかちょっと楽しみだね。もうほんと、たっぷりやると思います。俺めったにやらないから。ですか。全然泣かせない。縦前と時間制限測ってるじゃないですか、うん、もう小吉兄さんは言うこと聞いてくださらなくて。たっぷりやります、たぶん。普通はね、はい、15分でその時間の調整は前座の一番偉い縦前座ってのが来て、すいません師匠飛んでお願いしますって言うと10分でお願いします。だからちょっと伸ばしてくださいって言うと17、8分とか20分でお願いしますとか、そういう時間調整をするんですね、縦前座。でも師匠聞きます、構わない方なんで。さすが東大ではマイペースというか、いや、まあ、すごい、もうそういうところがありますので、全然泣かせなんですけど。二つ目に上がったから言えることです、すいません、うん、そして、はい、なんとですね、夜の部ですけども7時15分に翔太さんを出ます。翔吉兄さんの翔、翔吉翔翔の師匠でございます。はい、ね、はい、はい、いや会長でございますから、うん、本当2つ目を決めていただいたあの、うん、会長でございますから、私からも押すことはない。今はね、もうちょっと偉くなったら何か言いたいなと思うんですけど、うん、まあでも本当に、まあやっぱり売れるってこういうことだなっていう鏡の方ですね。あの、そうですね、いや、あの古典落語をうまくギャグを入れてやるのも面白いんですけど、新作落語も面白いですよね、はい、この翔太さんが。で、いまだにもう会長なのに、はい、新宿清廣亭って1階と2階分かれてて、ね、2階ってのは結構若手が着替えるところだよね、着物屋さんの、ね、だけど翔太さんはいまだに、今最近会長になって1階で着替える。会長になった。1階になった。あ、翔太師匠の鳥だったからかもしれないんですけど、この間、うんうん、なので、まあ、じゃあ俺たちが来ると嫌なって2階になった。コロナの問題とかなんかいろいろ提言してくれるのは翔太さんだよね。そうですね、もう決める時は早いですね、うん、休みにしようとか、うん、本当に的確に。だからそういうようなところ もう僕らの時代じゃないなと思いますけど、はい。で、こうやって見るとアラマは浅草演技ホールの昼席ですね。はい、そうです。10日間？私は4日間しか出ないんですけど。あ、やっぱり4日間か。間引きで、はい、うん、間引きないな。間引きで、もう年寄りから若手から中堅からいろいろな人が見られますんでね、うん、まあ、今回は、12日から20日まで、はい、寄席が、あ、講座が解禁になって、その出番こういう人が見られますよって、ぜひ皆さん、寄席に足を運んでいただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。